皆さん、今日もマジで4連敗です。地味に、派手に4連敗です。勝てません。太田選手どこ行ったの？なんで代打でも出てこないの？砂田選手なんでワンポイントで使うの？火消しで4点差でなんで三島選手出てくるの？最終回なんで山崎選手、調整登板じゃなくてエスコバなの？おかしいじゃない？わかんないわかんないわかんない。あくまで個人の意見ですので。はい、どうも、メンドスコアードなどどもでございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画、撮っていきたいなというふうには思います。いやー、今日からまあ週頭というところでね、まあハマスター中日の3連戦始まりますので、何としても勝っていきたいところだったんですけども、結果を申しますと7対4で負けましたと。7対、そうですね、7対3ですね、失礼しました。まあ、じゃあどっちでもいいんですけども、ということでね、選手たちの活躍というものを見ていきましょう。選手たちの活躍の方はこんな風にやっております。まあ、打線の方はやっぱり一番の桑原選手ですよね。まあ、コロナから復帰して戻ってきたものの、やっぱり守備ではね、すごいいいプレーを見せていて、やっぱ一年間通して見ていくとね、やっぱこのセンターの桑原選手の守備というものがやっぱ必要不可欠に、なってくるのかなというふうにやっぱ思うんですけども、まあ一番というね、やっぱ2のオフマンを求めている以上、ちょっと2割を切って1割台を、というところになってしまいましたので、まあいつまでしっかりと我慢するのか否か、しかしね、やっぱ桑原選手を下ろしてしまうと、カマキンやっぱリードオフ番になる候補というものはね、やっぱ少なくなってしまいますし、まあここはね、やっぱ我慢強く使っていくのか、それとも他の選手を使っていくのかというところがやっぱミソになってくるかなとは思うんですけども、やっぱ先ほど言った通り、やっぱこの桑原選手の守備というものはやっぱ非常にね、重宝されますので、どうなるかなというふうには思います。まあそうですね。まあ山田選手がね、タイムリーヒット出たりとかね、ソト選手がね、我がホームランのタイムリーヒットを打ったりとか、フォアボールも得られるんだり、ミネイ選手もね、相変わらずこの左に対しての、いいアピールというものをやっぱ続けていますので、打線はね、よく点数は3点ね、必要最低限の点数を、取ってくれたんじゃないかなというふうには思います。まあ今日は代わりにね、まあ起爆剤候補としまして、サードでね、伊藤幸也選手を2軍から昇格をして、即ね、スタメンで起用してきました。まあ結果的にはゲッツーとね、まあ凡退というところで、まあ悪かったんですけども、うん。やっぱ起爆剤候補というか、やっぱこういうね、フレッシュな選手が出てきてアピールをしてもらえればね、やっぱチーム全体が乗っていくのかなというふうには思うところがありますので、今日はね、結果は出せなかったもののね、次の試合、明日の試合以降ではどんどんアピールをしていって、伊藤隆二選手なんかはね、ここは本当に一番のチャンスかなというふうには思いますので、ちょっと本当にね、期待して、見ていきたいなというふうには思っております。まあ、あとは柴田選手ですよね。まあ、途中で出てきて、まあ、ワンストライク、スリーボールの場面。あそこの場面、甘いボール振ってほしかったですよね。まあ、今年ね、ヒットが出ていないところで、まあ、負の連鎖に陥っているところもあるかなとは思うんですけども、やっぱり調子が悪いバッターこそ、ああいうボールは振っていかないといけないカウント、ボールだったかなというふうには思いますので、あそこのね、やっぱ場面は積極的に振っていってほしかったなというふうには、やっぱり思ってます。あとはやっぱ太田選手ですよね。ヘッドスライディング以降試合に代打すら出ていなくて、今日まあ対左のところでも、スタメンに出ていなかったんですけども、状態はね、悪くはないっていうところは聞いているんですけども、やっぱ毎回そのベンチ入りをさして登録抹消で結局出れないっていうケース、やっぱ横浜 DeNA ベースは非常に多いので、ちょっと自信暗鬼になっている部分もあるんですけども、もう本当にちょっと大丈夫なのかなと思えるところもあるんですけども、やっぱり今日の試合見ていても、やっぱ中日との、やっぱ野手との差というものがね、非常にやっぱ顕著に出ているかなというふうには思いますので、やっぱりその藤田選手ね、打ってくれているんですけども、やっぱ1年間通していくとどうかなとは思いますので、この藤田選手がね、今頑張ってくれている中で、やっぱ新しいこのフレッシュなやっぱ代打ですよね。上沢選手、関根選手、しっかり、源選手、しっかりね、そういうね、選手がやっぱ出てこないといけないかなというふうには思いますので、ちょっとね、やっぱ野手陣の向上というものがやっぱ課題というか、本当に課題なんですけども、そこのところを向上していって、一人一人の選手が頑張っていかないと、ちょっと A クラスというものは厳しいかなというふうには思いますので、ここは本当に頑張っていただきたいなというふうには思います。あとはまあ、投手陣の方の継投ですよね。
まあ、ロドリゴ選手ね、まあ、本当に、まあ、悪いというか、まあ、制球力がね、去年よりもはるかに、下がっていて、ちょっと軸になるボールがないな、という感じの印象が来たんですけども、4.2 回投げて、まあ、4失点、自責点が3というところですので、まあ、最低限、本当に最低限のピッチングしてくれたんですけども、やっぱ去年からね、やっぱ得意としている、ドラゴンズ相手のピッチングというところもありましたし、まあ、自責点にね、3というところもあるんですけども、ちょっとフィールディングミス、まあ、山田選手のエラー絡みっていうところもあるんですけども、もうちょっとね、やっぱ期待して見ていきたいなとは思う反面、コロナでね、ピッチャーが少ない中、やっぱ調整が、あまりさせれなかったっていうところもあるんですけども、もうちょっとやっぱ調整させてやりたいなというふうにはちょっと、思いました。まあ、よくはね、なりてくれたかなとは思います。まあ、その中での後の系投ですよね。私、やっぱその、4.2 回投げさせた後、まあ、強打選手、ピッチャーの小笠原選手と続く場面でしたので、まあ、5回を投げさせて、交代かなというふうには思ってたんですけども、まあ、ワンポイントでね、砂田選手を起用してきました。まあ、ここの場面はね、コロナ上がりで調整登板を兼ねてのワンポイント起用かなと思った場面もあるんですけども、まあ、その後の展開を考えていくと、まあ、今日のような試合になるのっていうのは分かっていましたし、まあ、結果論的なところもあるんですけども、田中健二選手が打たれてしまって、ひげしでね、4点ビハインドの場面で、三島選手を使わざるを得ないという展開になってしまいました。そしてね、一番ちょっと意味がわからないというか、もちろんその首脳陣にね、考えを考えてベストな選択肢を取ってきてるかなというふうには思うんですけども、最終回やっぱエスコバー選手の登板ですよね。ここはちょっとわからないですね。ちょっとどういう意図の登板だったのか。私はやっぱその、まあ、4点ビハインドというところもあって、まあ、守護神にはなるんですけども、まあ、山崎選手、コーナー系の現状というところで、まあ、どんなもんかなというのが非常に気になっていましたので、まあ、挑戦登板の意味合いもあって、私は、まあ、4点ビハインドでの、やっぱ山崎選手を、起用して、どんな状態か見極めるんじゃないかなとは思っていたんですけども、まあ、エスコバー選手のチョイスになってしまったと。ここはちょっとというところで、ちょっと言葉は、濁させていただくんですけども、やっぱりその、首脳陣はやっぱ山崎選手に絶対的信頼というか、まあ、ベストな状態で、戻ってきてくれるということはね、おっしゃっていましたので、すごい信頼は厚いかなとは思うんですけども、まあ、ファンの私たちの目線からすると、まあ、どんな状態かもわからないし、もし明日勝っていて、まあ、例えば1点差リードの場面で山崎選手が出てくるというところになってしまえたら、やっぱ信じたい気持ちもあるんですけども、ちょっとやっぱ怖いという気持ちがやっぱ出てくるので、やっぱ共有のような試合は、調整登板で、調整させるか、それともね、4点ビハインドだったので、入江選手を使うべきだったんじゃないかなというふうには思います。まあ、B クラスという中で負けがね、混んできていますので、負の連鎖に、ね、陥るというものはもちろんわかるんですけども、やっぱプロ野球というのはね、133試合がある中で、まあ、全てをね、勝ちに行くというものは非常に難しいですので、やっぱ勝ちゲームと負けゲームの取捨選択ですよね。そこをしていかないといけないところもあるかなとは思いますので、今後の本当に、投手の系統ですよね。夏以降というものはやっぱどんどん、苦しくなっていきますので、ちょっと見直してね、考えていていただかないと、やっぱ1年を通して、勝っていくっていうのは非常にやっぱ難しいかなとは思いますので、まあ、そこは考えていきたいなというふうには思います。まあ、もちろんね、先発投手がね、ちょっとインニングを送ってくれないであったりだとか、まあコロナでね、すごい離脱、投手の離脱が出てしまったりというところで、まあイレギュラーでね、計算できないところもありますので、まあなんとも言えないところも本当にあるんですけども、やっぱその中で考えていくベストなところがあるかなと思いますので、ちょっとここは本当に考えていただきたいなというふうには今日の試合を見て改めて思いました。はい、最後にね、メントスカツコ選手を切りましてね、今日の動画はね、終わっていきたいなというふうには思っております。今日はですね、本当にパワフルなね、ラリキーを見せてくれましたね。ソト選手にね、ぜひやりていきたいなというふうには思っております。メントスカツコの方、おめでとうございます。はいね、今日はね、こんな感じで終わっていきたいなというふうには思います。今日は負けてしまいましたけどね、明日は青抜き選手というところですので、今年の初の勝利をね、ぜひね、付き合いていきたいなというふうには思っております。はい、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。Going 外、立ち回る外、君は嵐のカリビアン。見せつけてやれ、パワフルスイング。外、外、外、レッツゴー!